マンハッタンミュニシパルビルディングはニューヨーク市マンハッタン区シビックセンターに位置するニューヨーク市営のビルである。ミュニシパルとは自治体のという意味である。マンハッタンミュニシパルビルは1898年に周辺自治体と合併したニューヨーク市政府の組織が巨大化して足りなくなったオフィススペースを補うために建設された。1909年に建設が始まり、 ニューヨークの都市日運動の最後として1914年に完成した。有名な建築事務所であるマッキム・ミード・ホワイトのウィリアム・ M ・ケンダルが設計している。建物は他のアメリカの都市の建築物にも大きな影響を与えている。そのボザール様式はクリーブランドのターミナルタワーやシカゴのリグレービルディング、スターリン時代のソ連のセブンシスターズの建築の見本となっている。 建物はチェンバーズ通りとセンター通りの交差点に位置しており、住所はセンター通り1号である。ニューヨーク市地下鉄の駅と接続しており、周囲はシビックセンターと呼ばれる地区である。40階建ての高さは580フィートで世界最大の公共建築の一つである。ビルにはニューヨーク市の13の機関が入っている。また、2009年にマイハッタン結婚局が センター通り80号にある別の建物に移転するまで毎年1万8000人が2階のチャペルで結婚していた。建物は1966年にニューヨーク市歴史建造物に選ばれ、1972年にはアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。1912年に建設中のビルコリン、キャンベル・クーパーの描いたチェンバーズ・ストリートと 市営ビル1884年のニューヨーク市の年次報告でニューヨーク市長のフランクリン・エドソンは事務所の拡張が必要であることに言及した。しかしニューヨーク市庁舎を増築することは外観の美を損なうので不可能であるとも述べた。市の機関が増加するにつれダウンタウンやミッドタウンなどの民間の事務所ビルのスペースが使われるようになっていた。市政府は 賃料の支払いを避けることを望んでおり、多くの機関を収容できる大型の事務所ビルの計画が浮上した。このため、建物の設計協議を開催することになった。アブラム・ヒュイット市長は、1888年に建設用地を検討する委員会を設立した。当時4つの案が提案されており、この協議が1888年から1907年まで続いた。 用地の最終的な競技は橋の理事たちによって開催された。彼はブルックリン橋のマンハッタン側の拠点となるトロリーハブの土地をすでに所有していた。設計競技は最後に12の建築事務所が残っていた。採用されたのはウィリアム・ミッチェル・ケンダルとマッキム・ミードホワイトの若いパートナーだった。彼らはジョージ・ビー・マクレラン市長からコンテストに出場するよう、 促されていたマッキム・ミードは、その時100人以上のスタッフを持つ、世界最大級の建築事務所であった。マンハッタンシェービルの設計は、この事務所にとって初めて手掛ける超高層ビルだった。建設工事は1909年に開始され、1913年1月、ビルは建設中であったが一部仕様が開始された。そして、1914年には、 全体が完成した。現在のビルは床面積100万平方フィートで2000人が働く13の機関を収容している。頂点に立つ市民の栄誉の像南のアーケードのグアスタビーのタイルコンスタンティヌスの外線門と似た中央のアーチビル内では様々な彫刻やレリーフが使われている。ビルの中央のアーチはコンスタンティヌスの外線門に似ており、 建物もローマ建築のような造りである。現在のチェンバーズストリートは短くなっていて東側に通り抜けできないが昔はアーチの下を自動車が通り抜けることができた。円柱のコンクリートのスクリーンはアーチの側面を補強している。テラコッタのボールとはイタリアローマのファルネーゼ宮殿入り口がモデルとなっている。また南のアーケードの天井は 白いグアスタビーのタイルでできている。建物のファサードは1990年にワンク・アダムス・スラウィンが復元している。1913年3月に取り付けられたビルの上に立つ市民の栄誉の像はアドルフ・エイ・ウェインマンが制作した金メッキの像である。像は高さ25フィートでマンハッタンで2番目に大きい。中心部のくぼんだのシートのウェインマンのモデルから 作られ、その点は自由の女神像と似ている。像は球体の上に裸足で立っており、栄雄を示すため、なだらかな服を着用し、王冠をかぶっている。彼女の左手には、ニューヨーク市の五つの行政区を表す五つに、分かれた城壁館を持っている。また、右手には、勝利を表す盾を持つ。五つのマリアネも、市の五つの行政区を表す。 オードリー・マンソンはダニエル・チェスター・フレンチのモデルで像のモデルともなった。アレクサンダー・ハミルトン税関の前にも立っている。また彼女はおそらくペンシルバニア駅前のデート・ナイトの彫刻のモデルでもある。ウェインマンはさらにビルの土台にあるパネルの偶ーの彫刻もしている。背後にあるサー・グッド・マーシャル裁判所から撮影。マンハッタン支援ビル内にある ニューヨーク市の公共機関には次のようなものがある。ありがとうございます。